さあ今週は岡崎町にやってまいりましたけども、はい、撮影してますね。撮影モデルさんかな。奇遇ですね。九州ウォーカーでしょうね、あれは。違いますよ、我々の仲間剣坊田中ですよ。剣坊田中さんがどうもどうも、はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。映えますね、透明の剣坊さん。いいですね。 いいですね。あ、アビスパの、ね、はい、応援団長に正式になられた。なんですか、博多の森っていう設定ですか。ここ岡崎町ですよ。お探しました。とんでもない、ずっと見切れてたんですいませんね。ずっと映ってたんです。あ、ミシスポね。ミシスポさんで。どうもどうも、また会いましょう。剣坊ゲストじゃないの。違います、剣坊でもよかったんですけど、はい、まだいるんですよ、あの二人が。しつこいな。先週に引き続き、はい、今日も頑張ってもらいましょう。岡崎町を一緒に回ってくれるのはウーマンラッシュアワー。いやー、お願いします。剣坊長いですね。長いっていうな。ずっと待ってますよ。ありがとうございます。お願いします。いやでも今日は頑張っていただこうと思いまして。今日はというのも合間でね、うん、あのうどん食べに行ったでしょ、うん、はい、その時なんかおでんとおにぎりだけでそそくさと帰ったやん。で私、ね、分かったんですよ。何ですか。この子泊まりなんですよ今日、はいはい、で夜美味しいもの食べるから今あんまりお腹いっぱいにしたくないみたいな。抑えて、すいません、すいません、認めた。本当にすいません。本当は泊まりじゃないんですよな。あ、そうですね。帰るんですよ。帰ります、僕は東京に。僕はもう福岡のグルメを食べるために、はい、絶対泊まりにしてくれっつって、うん、で夜ももう何軒かもうすでに抑えてる、うん、ちなみに今日はどういう子に行く予定なの。今日はまず、そうですね、一応チンヤも一応考えてて、うんうん、で、まあ、ラルキーで、食べて、うんうん、ワン餃子とか、食べて、うんうん、あと、まあ、ヤブでカツ丼食べて元祖も行きます。すごい。ちょっとずつだ。僕でもここでもうグッと抑えて、うん、夜にバッと食べて申し訳ない。そういや、だから今回はそういうわけにはいかないの。そう、うん、岡崎はもう美味しいものたくさんありますから。そうなんですか。今日はね、うん、村本くんを満腹にする。なるほど。いや楽しみ。村本満腹ツアー。いや楽しみ楽しみ。まずは岡崎のうまいものということで、はい、セブンイレブンへ行きたいです。それは何なんですか。それ岡崎のセブンイレブンのジャンボおにぎり。うまいぜ。今夜の何しようとは、ウーマンラッシュアワーと岡崎町をぶらり。その方とご結婚して。まだです。でも交際中。付き合してるんですか。交際中。これをくぐればハッピーに。岡崎町のパワースポットを発見。何なんですかねこれ。なぜこんな味に。全国ご当地ラムネに大苦戦。甘っ。いただきます。ちょっと、いや本当砂糖使ってないですよね。砂糖使ってない。甘い。過去最高の出来栄え。あの甘王を超えた絶品いちごに驚愕。花丸大吉の難所と。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の難所と。今回訪れたのは岡垣町。福岡県の北西部に位置する岡垣町。山と海に囲まれ、山側は高倉琵琶をはじめとするフルーツの栽培が盛ん。みかんやイチジク、ぶどうなど一年を通じて様々なフルーツを楽しめます。一方、海側の初地区は玄海灘で採れる新鮮な魚料理が食べられるお店がいっぱい。特にこの時期は天然のトラフグのシーズン。週末になるとフグ目当てのお客さんでにぎわいます。違う、パラダイス泊まりじゃないの。今日は帰ります僕は、はい、っていうか、はい、あれやろ、嫁さんが厳しいやろ確か。そうですね、嫁さんが厳しいから泊まりとかダメない。福岡で一回やらかしまして浮気がバレて。あれ福岡で、はい、あれ福岡の話。あれ福岡でね、まあ、バレて、まあ各都道府県で大体バレてます。GPS がついたやろ。そうです、うん、棒を煮やした奥さんから今 GPS つけられてるやろ。そろそろ文春に彼の LINE が載るとか近いかもわかんないですよ。それ相手がよっぽどじゃないと乗らんわ。食いつきないやろ俺の LINE なんて。あ、神社あるよ。あら、神社。これ有名な神社なんですか。いや、この大きさは有名やろ多分。焼きリンゴだって。焼きリンゴ、焼きリンゴ、焼きリンゴですよ。これ僕こういうの好きですよ。でも営業時間が16時まで。おしゃれですよこれ。あと20分、あと20分しかない。これ前行ってたらもう
とちる。こっち行きましょう。先とちる前に行く。ね。ヤコリンゴってな、リンゴやっぱ焼きリンゴかな。クリームオグラアンスコーンとか。リンゴ関係ない。リンゴ関係ない。甘いですね。昔の古民家を。こんにちは。こんにちは。お若い人がいて。どうも初めまして。すいません。すいません驚かして。急にすいません。すいません。前菜の。いいですか。前菜やったら食べるこれは。今やってます。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ失礼します。ちょっとねお腹すかせた若手がいるんです。そこまで、はいはい、おいでおいで。お腹空いてるんです。今日ウーマンラッシュアワーと。あ、わあすごいなおしゃれ。ほらほら俺言ったやんかおしゃれってほら。どうも初めまして。美味しいところ。話音という番組で。お願いします。ヤコリンゴっていうのは何なんですか。うん、あ名前が。うんああ、ちっちゃい時にほっぺたが真っ赤っかだったので、あのリンゴのほっぺのリンゴが、なるほど、あだ名がついて、ま、あだってか、ま、ママ子の時に、うん、何ですかね、お店屋さんごっことかして、その時につけてたお店のお前がヤコリンゴ小さい時からじゃあね、ずっとそのお店で、ね、まあ好きではあった、でもいい名前、叶えるってすごい。お二人でやられてるんですか。はい、私お手伝いで、はい、この村本という男はもう今お腹ペコペコなんだ。お前好きなよ。でもデザートは別腹って言うじゃん。まあ、別腹で食べた後に別腹が空くもんで、うん、最初から入れてしまうところは本当の腹に入れてしまうことになる。でも前菜ならいけるって。ちなみに何なんですかこの、 あの、まあ、売りは、売りというか一番おすすめのものは。おしゃれのまた可愛らしいメニュー。あ、カレーあるよ。いや、カレーはダメですよ。カレーセットです。なんかいっぱいない。いや、カレーセットって。は玄米ご飯かパンです。あ、あ、僕はもう玄米ご飯好きだな。なるほど。バージョン。だからケーキとかでいいでしょうよ。一口やっていけますよ。いや、宣言なんだ。あ、リンゴジュースもちゃんと。あ、リンゴジュース。あ、いいですね。やっぱリンゴがやっぱメインみたいなあるんですか、このリンゴが入ってる。あ、でもリンゴのほっぺのリンゴだね。リンゴ好きなんですけど、はい、そんなにこだわりない。ほっぺのリンゴっぽい。じゃあケーキセットどうする、うん、あ、ケーキセット、じゃあケーキおすすめの、うん、僕はコーヒーください。リンゴジュースすらいかないですか。僕ホットコーヒー。え、リンゴジュースいかないですか。いかない。なんで。じゃあ僕リンゴジュースいただきます。じゃあコーヒー2つとリンゴジュースと、はい、あとケーキ2つ。あ、はい、分かりました。じゃあ待たせてもらっていいですか。はい、どうぞ。すいません、メニューじゃあこちらにお返ししておきます。いや、これはでも女の子憧れじゃないの。いや、こういうのでしょ、今みんながやりたいの。そうですよ、おしゃれじゃな。そうそうそう。高倉神社の目の前にあるカフェヤコリンゴは2012年オープン。リンゴの専門店のような名前ですが、店長の安子さんが小さかった頃のあだ名がお店の名前の由来。ここの料理は肉や卵といった動物性の食材や精白した砂糖を一切使わないんだそうです。古民家を改装したほっこりした空間も人気の一つです。いいっすね、女の子ね。おっさんがその脱サラして喫茶店に住むとなんかちゃう感じがね。いやいや、おっさんは大体そばそれ。あ、そばそば。おじさんはそば始めるよね。で、奥さんが巻き込まれるっていうね。よくあるそういうパターン。そうそうそう。ここで話題はウーマンラッシュアワーの中について。よう、でも袖で揉めてるよね、君たちね。いや、めっちゃ揉めてるって、ね、一方的ですよ。怒られてるんですよ、本当に。いや、もうそうなんですよ。いや、お前言い過ぎやないの、それ。分かるでしょ。ちっちゃいことが火つくんすよ、本当に。いや、漫才の言葉に愛がないですよね。もうその自分で多分このとりあえず、もうとりあえず台本通り喋って金稼げると分かってるから、もう心がないですよ。で、袖でレイジさんになんか言われてたもんな。まあ、もうちょっと感情入れろみたいな、うんうん、はい、やる気ないですよ、漫才審査委員長。え、仲良くないの。こいつは嫌って、僕は好きというか、僕はガンガン行くんですけど、はい、こいつがもう絶対に、まあまあ、まあ嫌いっていうよりもあんまり一緒にいたくないですよね。それ嫌いや。タクシーの中でもダメ出しますからね。タクシーの運転手さんが気使ったりしますから。最後お金払うときに、うん、何も悪くないですよ、運転手さんは、うんうん、すいませんでしたって言いますからね。、はい、気まずすぎて。でな、それはあれですよ、もうやめよう、もう古民家カフェでやめよう。そんなもう楽しくやったらいいんですけどね。そんな怒るかねって思ってしまうけどね、いつも思いながら2人見てて、うん、あ、来たよ。わあ、わあ、何ですかこれは。スコーンとケーキです。あ、これが2種類。2種類、スコーン、うん、ケーキ。何ケーキですか、これ。リンゴジュースです。
ちょっといただきます。どうぞどうぞ。このじゃあこれアップルパイですか。あ、これアップルパイです。いただきます。手作り。手作りです。コリンゴと、はい、コリンゴ、コリンゴのアップルパイ。うん、シナモンがすごい効いてて美味しいですね。あ、結構効かせてます。あ、そう。アップルパイってサクサクのイメージあるんですけど、うん、トロトロのなんか、うん、これすごい美味しい。あ、美味しい。あ、ほんと、しっとり。アップルパイうまいね。あ、でしょ、うん、この僕アップルパイ得意じゃなかったんですけど、これ美味しい。あ、そうですか、美味しい。これちょっと癖になるかも。ちょっとこういうね、可愛らしい、可愛らしい、ブルーベリー、ベリーと、うん、ベリー、バタン、ラズベリー、ラズベリーですか。あ、ラズベリーです、はい、いいよ。僕のことしてくれてます。あ、はい、あ、でもちろん二人も。うま。これ。はい、もちろんもちろん。してます。はい。これ質問としてます。はい。美味しいです、ね。中はパルト。え？中はパルト。お前登山客かも。いやもうマジでお前登山客に見えてきた。山小屋で。うまーこれ。七合目みたいな。そうそう。顔してみるよ。美味しい。美味しいこれ。これやっぱ神社だから年配の方が多かったり、シニアの方が多かったりとか。いろいろですね。年配の方から、お子連れの方から、男性だけで来る方もいらっしゃるし。うん、やっぱこの神社ってなんかすごいんですか。あ、すごいんです。何の神社？ですね、祀られてるのは、お伊勢さんの系統なの。アマテラスオミカミが祀られてるんですけど、うん、音楽群っていうんですけど、その辺り一帯の総本山になるんですね。お社があって、その横に大きな石でできたその五円玉みたいなものが、うん、というか五円が巡ってきますようにっていう、そういう置物が置かれてあって、縁結びの、あ、そうですね。でそこをくぐるといいご縁が、あ、くぐったら、ね、大人でも通れます。なるほど、村本。結婚、彼女もおらんねやから。なあ、パラダイス。お前な、本当。何回も改めて言うけど、はい、相席の登山客。どんだけ入ってこんねや、お前。話してるのに。ご縁の話聞いてた、ご縁の。聞いてましたよ、なんかくぐった。嘘つけや、いや、聞いてました、けどちゃんと。じゃあお父さんまた。じゃあお気をつけて。じゃあね、降りるんでしょ。僕ら登ります。降りるんですよ。そうそうそう。下山するだけ。どうも元気で。ありがとうございました。あのお父さんが撮った写真ですね。美味しかった。すっきり。ごちそうさまでーす。じゃあ行こう。高倉郡。すごい立派な。ねえ。ねえ。広ー。この木見て。うわ。力強いばい。ねえ。パワーがね、いや、あるよ、あら、でかいよ、ここ、すごい。子供相撲とか取るんですかね、あっこで。そうやな、ほんとに立派やね、はい、ここは参拝の人多いわ、うん、高倉神社はおよそ1800年の歴史を持つ岡垣町で最も大きい神社。開運と厄除けの神様として地元の皆さんに愛されています。ちゃんとこれやった方がいいですよ、ちゃんと。やる方も、はい、やります。これはもうやらん方やから。清めて、いや、ちゃんと清めんと。え、やらないですか。神様に対して失礼ですよ。あの、急いで行こう。ちゃんと。なんか一人がやると やらんと気がする。わかるわかる。ちゃんとこういうのはちゃんとね。あー、冷たい。冷たい、冷たい、冷たい。あ、よし、行こう。よし。立派な神社やな。あら。こんにちは。どうもどうも。こんにちは。どうも、お参りさせてもらいます。どうも。ちょっとじゃあ、この小銭がないよね。あら、小銭ください。小銭ください。よし。お参りも済みましたので。何言ったん？グリさん。それは言わへんよ。あ、そこまではいかん。何言ったん？なんか噂ではここでご縁、くぐり抜けれるご縁がある。はい。あ、綺麗なね。いや、すぐそちらです。綺麗な。はい。こっちいいですか？いいです。あ、え、ある？え、あ、あったあった。あ、あ、え、あ、くぐれる。しっかりご縁ですね。ご縁や。あれくぐれないでしょ。すごい。ご縁やご縁。いやでも大人でもいけるって。自分もくぐりました。これはご利益は何ですか？そのままです。ご縁ですね。ご縁がありますよね。ご縁ね。ロケの最中で自分もこれくぐってから彼女ができました。え、ほんますか？誰が？
今シニアは元気、応援します。ハッピーでアクティブでスマートで、応援します。パワフルでポジティブだ、JA バンクが応援します。年金の受け取りは JA で。クエ鍋屋が、僕はクロイさん。さあ、肺炎予防定期接種受けた？私は平気、元気だし。普段元気でも要注意ですよ。肺炎は急激に症状が進むこともあります。肺炎は死因第3位ですから。65歳以上の方は国の制度の対象となる期間が1人1回決まっています。あ、私の番だ。対象の方は3月31日までに。 MSD 株式会社からのお知らせです。なんか噂ではここにご縁、くぐり抜けれるご縁がある。はい、あ、綺麗なね。すぐそちらです。綺麗な2人、はい、こっちいいですか。いいです。あー、あったあった。あ、あ、あ、ほんとしっかりご縁ですね。ご縁や。いや、でも大人でもいけるって。あの、自分をくぐりましたから。じゃあパラダイス。じゃあいいですか、僕から、うん、じゃあこれなんかくぐるときになんかやるとかないんですか。まあ、ないですね。あ、じゃあ、はいはいはい、もう普通にくぐってもらって。おー、なかなか、あ、いけるいけるいける。ちょっと出口が高いですから。うわ、結構大変。あ、でも、いけました。うお、なかなかやな。おお、どう。変わらん。まだ、まだ分からん。そうそう、スターゲートじゃないやから、そんなの。実感が。まだ分からん。滝さん、でも、まあ、いい、うん、いい。滝さんは絶対くぐれるでしょう。あら、はい、背面式。あら、背面式。背面から行く。俺、俺ぐらいになると。お、あ、あ、降りるの怖い。よいしょ。いや、なんで背面でやったじゃあ。いやいや、おじさんやな、ほんまに。あ、よかった。もう手ついて、手ついてマイクしかないんやって、これって。そうって、うん、変にうまいこと抜けようと思ったら無理やって、うん、そう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 。あれ、運動神経ない。方全然ダメです。まさか、嘘やん。何しようと。いや、惜しいよ。俺が言うのもあれやけど、何しようと。いやいや、抜けた。あえて、はい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 、解けました。はいはい、おめでとう。はい、さあ、ホワイトジーンズの方、なかなかしんどいですよこれ。やだ、ここ黒い線とかつけちゃう。いや、もうホワイトジーンズみんなが通ったら濡れた足で。この後そうなんよ、ここに黒い線いっぱい。最後村本がちょっとケツってこすったね。ジーンズに当たらんようにさ。当たらんようにやろ。ちょっと待って、うんうん、それでも勢いよくキャッていけばいいんじゃない。今触れてないと思うよね。はい、触れてない。いくよ、はい、あ、入った。まんま、あ、満面なく擦れて、あ、いっぱいついた。あ、大丈夫って。さあ、ホワイトジーンズさん、はい、結果の方は、あ、うん、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。来た。赤の、一回その赤のダウンで拭ってたの。そう、あとみんなのおかげで一回こう拭いてくれたから。あ、じゃあ、うん、そっか、全員で。これは、ご利益は何ですか。そのままです。ご縁ですね。ご縁がありますよね。ご縁ね。はい、の最中、自分もこれ拭ってから彼女ができました。え、ほんますか。誰が。その方とご結婚して。まだです。まだ、でも交際中。交際中、はい、へえ、おめでたい。それ絶対別れられないですよね。分かるからちゃんと言ってください。ここで商売してる限りは。商売というか、ここでね、お勤めの限りは。勘弁してる限りですね。いや、だってこれと心中ですよ、その彼女。確かに。もうこれで今テレビで言ってたから、ね。どのぐらい付き合ってますか、ちなみに。いや、まだ半年。うわ、全然別れる可能性ある。神主さん、ちなみにおいくつなんですか。今43ですね。43で、お相手は、はい、相手が38かな。あ、じゃあもう、ちょうどいい。お互いちょうど ね、ちょうどいいですね。赤霊やん、はい、うん、ちょっと役立ち迎えて、ちょっと自分もですね、はい、それと相手見つけんと今やって。どこで知り合ったんですか。うん、自分の、あの、生協ですね。
自宅ですね配達してる方にちょっと誰かいないか聞いたらですね友達の紹介みたいちょうど同級生でいい子がおりますよと、満面の笑みじゃないですか思い出して思い出してもう早く帰りたくて帰る早く会いたくて盛況ってそんなのも扱ってるんですねたまたまや、ね、この方に会えたのもこれがあったからあったから、ねね、素晴らしい、待ってますね、ぜひお知らせにとちょっと僕あの初詣まだしてないんでおみくじ引きたいんですけどおみくじ引く？おみくじ引きたいです、うん、これは何の木ですか？こっち怪しい怪しすぎ、はい、2回焼けてるんです。焼けてるの3本来たら3本まで1回こういうのもこう彼女に説明してもらったりするんですか？いや、まだそこまでは。あの来てですね、見せたいもあったんですか？ああ、その後の食事の方。あ、食事の方。また満面の笑みじゃないですか。思い出して思い出して。だいぶ好きなんですね。ほら、もう早くおみくじ引いて。引きました。俺らもう心から。はい。ね、ちょっと、さあ、ちょっと。荒すぎ守りだ。厄よけ。お前すごい財布使ってんだね。はい。いやまあまあまあ。これ何年使ってんのこれ？三年ぐらいです。3年でそんななる？じゃあ物持ちがいいんやな、ね、そうですそうです、はい、ずっと同じの使ってるもんな、ね、はい、服もな、カバンも、はい、じゃあこれちょっと、イエーイ大吉ー、すごくないですか？大吉ですよ、やったパラダイスもね、行こうか。これ大吉はこれあれくくらなくていいんですよね、持って帰っていいんですよね、うん、やった大吉ですよ、ね、あどうも大吉です。いや違います、違います、おみくじが大吉、すごくないですかこれ。あ、私が博多の大吉なんですけど。いや違います、 それじゃなくておみくじが大吉なんです、はい、あそうなんですか、はい、うん、どうすんのこれ一回だからおみくじロケ嫌なの、うん、こういうことになるから。いやいや違いますよ、一回も成功したことないおみくじロケ。別にその成功とか面白いとかじゃないじゃないですか本当に僕はおみくじが引きたかった。何があるとかさあ、うん、いやあのね、うん、一応見たけどね面白いやつがなかったんですよ、うん、もともと面白いの書いてないよおみくじに。面白いとかじゃ考えてたんやん。じゃあそれもちゃんとあの財布に入れなさい。そうですね、持って帰りなさい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大吉です、めでたい、幸せに。どうも、お幸せに。あ、お幸せに、ね、よかったっすね。だって43ってなったらもうあれですよ、なんか言うな、雑誌とかの調べによるともう結婚できへん確率の方が高いっすか。言うなかったでもしかもまだしてないんやからでも43で新しい彼女ができるっていうのはすごい、すごいですよね、うん、これはやっぱご縁効果でしょう、はい、あなるほど、うん、確かに。いやだから本当ね、自分で立証してるから素晴らしい、すごいわ。あ、サクサクじゃない、違う、しょっぱいっていうより、うん、甘みが増してる感じっすね、うん、いやいやいや寒いですね。なんか東京よりもね、なんか冷えますね。冷たい、風が冷たい、ね、でもお前福井やろ。はい、福井も寒いんやない。福井も寒いとこや、もっと寒いよね。まあそうですね、寒いですね福井は。でも曇りばっかりですね、同じで曇りばっかり、マイナスな雰囲気がすごいですよ、なんか街全体の。あんまりいい思い出ないやろ。思い出、いい思い出ないですよ本当に。福井が景品、ケーキあるよケーキ。いやもうやね、ケーキ食べましたやったね村本君。雑貨とケーキやから。雑貨は見たい、雑貨ですけど。ナンショントという番組で今日は岡垣回ってるんですけど、ちょっと見せてもらっても大丈夫ですか？岡垣は意外と、まあ、意外とってあれですけど、おしゃれな店多いですね、こんなんとかね、うん、かわいいですか。お邪魔します、お邪魔します、お邪魔します。わお、わお、あ、雑貨がすごい、ね、皆さん雑貨が雑貨ロール、はい、いやいや、雑貨ロール、なんですぐ雑貨に、一番最初に目に入ってくるんだから、ね、どういうご関係で、家族、お母さんとお父さんとあと他の弟の嫁、弟の妹、ケーキ自体は僕と弟で作った。あ、弟の嫁さん、弟は仲いい、あ、なるほど、お父さんお母さんで、奥様なんですね、めちゃくちゃ若いですね、高校生ぐらいなんかね、バイトかななんてね、思っちゃいましたけど、分からんよね。ニュルブルクリンクは河野さん家族が営む雑貨とケーキのお店、色鮮やかな洋菓子は
亮太さんと弟の陽介さんが担当。全部ケーキもたくさんあって、ロールケーキが名物なんですか？そうですね、ロールケーキとあとおかがき酒ですね、シュークリームが。おかがき酒、はい、いただきましょう。あ、このまま大丈夫です、はい、ちょっと味の感想を今から村本に言いますので、はい、でも好きやろ、甘いも。甘いの好きです。ちょっとじゃあちょっと、うわ、なんかこう結構シュー生地でたっぷりね。おいしそう。待って、そういくの、うん、あ、サクサクじゃない、違うんしっとりでもちもち、うん、もちもち珍しい、うんうん、もちもち網と岩をイメージして、はい、あ、そういうことね。あ、だからやっぱこういうパッケージなんやね、ちょっと、うん、夏の海をイメージしてるんで、あのちょっと塩を効かして、美味しそう。いただきます。これ岡垣酒っていうことはこの岡垣の名物。あ、していこう。確かにしょっぱいというより甘みが増してる感じですね。うん、もう美味しいですね。甘さが濃い。雑貨は誰が担当してるんですか？はい、お母さんが。いいな、俺も結婚したら家族でこういう風にやりたいな。家族経営が一番いいよ。ねえ。一方、雑貨はお母さんの美穂子さんが担当。国内のものから輸入品まで可愛らしい雑貨が数多く並びます。あ、いいですね、こういうなんかね、子供がおったらこういう写真立てにね、飾ってかわいい。うん、あ、こんなんいいな、こんなんいいんやったんですよ。いい、かわいいね。まあ、嫁になんか前さ、うん、喜びそう、嫁も。なるほどね。なるほど。いや、もうちょっと興味持ってくださいよ、ちょっとマジで。かわいいじゃないですか。これが九州男児の姿よ、これです。コンタクトレンズケース。あ、コンタクトレンズ入れ。コンタクトレンズ。おしゃれ。おしゃれよ。バスケットボール。いや、もう使い捨てなんで。そうなんよ。俺もそうなんよ。普通のコンタクトの時だったら絶対買ってたけどね。うん、野球。あ、いいね。ボールでしょ。あ、いいね。レフトライト。野球好きな方にはぴったり。いいね。はい、これ可愛いやん。使い捨てじゃなかったらな。そうなんや。でもね、雑貨はやっぱ女の子のものみたいなね。いや、そうなんよね。そんなことないですよ、これだって別にお皿とか別に。あ、この辺はでもおじさん向けやね。こんなんで焼酎飲んだらうまいっすよ、こんなんで。飲んじゃう？湯飲み茶碗で？湯飲み茶碗で焼酎飲む。村本君。焼酎といえばね、この前25周年のイベントでですね、焼酎ジョッキを作りすぎてね、大量に余ってるよ。うん、3500円するけど、ちょっと買ってもらえない？なんで僕に買わすんですか？花丸と大吉セクレアと7000円。高っ。高っ。ココのグラスなんですか？うん、お客さんにそれ販売したんですか？そう、うん、売れました。いや、だから500個ずつ作って、はい、30個ずつぐらいしか売れない。今からね、何仕事で売り栽培っていかないから、ね、いや、そう、もうちょっと、ね、ちょっと置いてもらえませんかね。いやいや、ここに。いや、そぐわないでしょ、この感じの、おしゃれな感じに。これは何ですか、このうちのお店の名前がニュルブルクリンクって言って、あのドイツのサーキット場の名前なんです。僕たちが車好きなんで、はい、車好きの方が記念写真を。ちなみにお兄さん、どんな車乗ってはるんですか？僕はランサーエボリューション5です。ランエボ、はい、知ってる？すごい有名な車じゃないですか。ランエボあります、写真。どれは水色の服着てるやつです。あれですか？はいはい、そのちょっと夜のやつです。日本の車じゃないですか？いや、日本の三菱の車。三菱なんですか？だからご自身が車が好きで。そうですね、家族みんな好きです。だからもう愛車と記念撮影。そうですね。ケーキと車どっちが好きですか？車ですね。ケーキって言ってくださいよ。というわけで、花大たち4人も写真を撮ってもらうことに。来ました。食べて。はい、じゃあこの車と一緒。どうやってどう撮りましょう。じゃあこの辺りに立っていただいて、看板が見える位置で。なるほど。ピースで撮って。ピースで、はい。皆さん入らない。大丈夫ですか？です。じゃあぜひ飾ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。急に来てすみません。こんにちは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 。パラダイスだ、子供ですよ。パラダイス。パラ、大笑い、大爆笑。もうこの2週間通して分かったね、やっぱりこう子供からお年寄りまで大人気ですね。でも嬉しいな、僕嬉しいんですよ。何が？いや、こうやって花丸大吉のね、うん、お二人とこう
福岡でロケさせていただけるっていうのがもう一個の僕の福岡好きの僕からすると夢なんですよ。これはあのね、かっこいい名言があるんですよ。花丸さんの、花丸さんの、花丸さんにご飯屋さん紹介してもらった時に、あの、まあ、某ね、その、まあ、食べログあるじゃないですか、はいはい、その点数なんて関係ないと、うん、ね、ちょっと食べてうまいものがうまいんやと、うん、いうことを言ってらっしゃって、うん、ある番組の打ち上げの時に、うん、みんなが福岡のグルメを紹介するみたいな、はいはい、やってたんですよね。で僕が福岡はここがおいしいんですって言ったけど、お前みたいなやつ関係ないやろってみんなからもう邪険されたんですよ、うんうん、その時に花村さんの唯一、はい、どこや、うん、今度俺行くばいって言って、うん、僕こんな僕の店を聞いてくれて、うん、ネット調べて、うん、食べログの星低いやないかって言われたんですよ。僕その時あれと思ってその一言はもうずっと応援してるのかしないのか村本ででも酒弱いよね。僕はもう飲んで2杯ですっていうか2杯をどんなペースで飲むの。いやもう最初に2杯も飲んで気持ちよくなって、もうそれ以上追加飲まないと、ね、はい、もう最初に2杯飲むんや。そうです、もうタクシーで移動して、うん、タクシー止めたまま、うん、店入るときに、うん、そこの料理2個言って、うん、入って作っとってもらって、作っとってもらってそのままタクシー乗って、乗ってでも食うて、はい、でもうまた。そうです、そうです、もうそれの繰り返しです、それが楽しいです、幸せなんですよね。じゃあこういうとこ行く、直売所。あ、いい、あ、行ってみたいな。やっぱ岡垣、やっぱ方便かな。ここがレジで、あ、なんかいいオリジナルなんですかね、こういうの、これこの曲。何これ、出たよ、何これ、どうした、横須賀海軍カレーラムネ。こうか、ここがレジで試食ありますよ、試食。あ、なんかいいオリジナルなんですかね、これ。あ、塩辛いよ、うまっ。何これ、バンベイユ、バンベイユ、初めて見た。何バンベイユ、知らん、バンベイユ、はい、え、有名なんですか。熊本やな、熊本やったと思う。何の味が、どんな味がするんですか。いや、もうでかいみかんだ。みかんの味、そんな大雑把な、そんな甘いんですか、これ。すいません、あ、店長さん、あ、店長、ここの店長は、あ、店長だ、閑静なお宅前。ここは、まあ、いわゆる道の駅ですか。道の駅ではないんですけど、はい、うち の、 あの社長が、あの個人がやってるところなんで、やっぱ岡垣、岡垣町とその近郊で採れる食材や加工品を取り扱う直売所。ここで岡垣町ならではの商品を紹介してもらうことに。ここの町はですね、あの果物が有名でありまして、はいはい、もうすぐしたらですね、あのビワができるんですけど、それでコーヒー、ビワの種コーヒーがあるんですよ。ビワの種コーヒー、はい、種、コーヒー豆とはまた違う、ビワの種をイブしてみたいな。そうですね、これがビワの種をイブしてみたいな。ビワのイブした、コーヒーは見た目はね、うん、独特な匂いする。じゃあいただきます。いただきます。香ばしい感じの、ん、あ、でも香りコーヒーや、なんかお茶とコーヒーの間みたいな。そうそうそう、なんか、ね、やっぱ店長さん見た目はコーヒーですけど、なんかそうですね、独特な香りと、うん、ですね、コーヒーって言われたらコーヒーですけど、うん、お茶って言われたらお茶。そうやね、子供も飲めるコーヒー、ね、コーヒーに合うものでもお茶に合うものでも合いそうですね。なるほど、なんかね、なるほど、あのこれミルク混ぜても美味しいんですか。あ、はい、全然大丈夫ですね。砂糖入れたら美味しそう。はい、多分もうこの辺、ここしか多分ないと思うんですよ。いや、なんか本当ホッとする味でございました、はい、ごちそうさまでございます。ありがとうございます。よし、お、なにこれ、ん、出たよ、なにこれ、どうした、横須賀海軍カレーラムネ。カレーラムネ、もみじまんじゅうラムネ。もみじまんじゅうラムネ、うわ、もみじまんじゅうってでも広島じゃないですか、うん、カレーの香りがす、ちょっとこれとこれ買いましょうよ。買いましょう、はい、お茶ラムネもあります。俺飲まへんからだ絶対に。いや、でもちょっと味わってみたくない、一口ぐらい。いや、全部飲めるか分からんけど、一口二口大丈夫。というわけで外でラムネを飲み比べすることに。これがカレーラムネです、ね、はい、で、もみじまんじゅうラムネ、うん、で、お茶ラムネ、はい、わかりました。お前、お前そっち向く、いや大丈夫、行った
めっちゃ抑えるやん。そんな力いる？ラムネって。います。最後やっぱそれでもやっぱちょっと濡れましたから。ああなるほど。こうやって怖いな怖いな。はよ。これ相当力入れますよ。はよ水産高校。水産高校別にラムネの授業ないですから。水産高校は力持ちやろう基本。いやいやその地引き網で鍛えたみたいな。ああ。嘘やろ。ああ。もう。行った。ああでも意外と。あなんか地味な。すみません。大体そんなもんない。すみません。穴場さんも。危ない。怖いわ。ほら一番べちゃべちゃになってるだけど抑えとけって言われたやろ抑えとけって言われたやろって、まあ、しかもカレーラムネがてんべったり、はい、どうですかカレーうわっうわっえちょっとうわっ危ないって怖いわほらほらふざけた一番べちゃべちゃになってるだけど抑えとけって言われたやろ抑えとけって言われたやろって、まあ、しかもカレーラムネがてんべったり、はい、どうですかカレーうわっうわっえちょっとうわっうわカレーの匂いカレーチコッパカレいやーほら前もや仲間はっきり言うてやもそのカレーに寄せすぎてリアルになりすぎてだからカレーやもそういう思い出作りで飲むというそうやねそういうもんなんそうこれはいかんちょっとあれですねうわーこれきついわいいよいいわいいわあーあかんいやいいわとかないわ残ったら全部最後はいいとかじゃないあれ飲まないやろいや全部飲まないですよああもう一口ごっくんって言ってよだお前もあダメダメダメいや少ないってもっと不満とじゃあ店長店長知ってるわ店長はマジ知ってる全部飲んでください、はい、あすいませんいただきます、はい、自分とこの店長巻き込むんじゃないよ穴が詰まったどうですかこう自分ところの商品ですけど、うん、どうですか正直まずですねいやまずメーカーでも盛り上がるね盛り上がるメーカーさんもそういうつもりでしょ多分ねそうですねお土産で買っていったらね喜ばれるカレーはあれですけどもみじまんじゅうは美味しいかも分かんないですよ違うと思います、はい、甘みがあるんでね、はい、内閣総理大臣賞受賞もみじまんじゅう美味しいもみじまんじゅう美味しいうんちょっとあんこの甘さあります美味しいあんこの甘さあるあんこの甘さがある香ばしさとあんこの甘さがあるうん悪くないあ香ばしい感じね、うん、ありますねあああこれ小豆、うん、小豆感出してる、はい、美味しいですね甘い、はい、甘いしいちゃんと小豆感も、うん、これいい、うん、出してるじゃあお茶最後行こうか、うん、お茶も僕からこれがまたちょっとはい、まあまあまあお茶ラムネなんて一番大事なまあ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 、まあ、うまいっちゃうまいけどですねわかります渋いあねえほらえ、ね、意外にダメ意外にダメ俺は僕もそうさに、うん、一番ダメかも俺が一番楽かと思ってた、はい、一番ダメこれずるいってえどういうことちょっとじゃ分からんってこれなんかもううん、何なんすかねこれカレーとかもみじまんじゅうはまあこっちにも覚悟があるやんはいはい確かにこのちょっと油断させてくる感じ本当に立ち悪いですよね助けるふりしてね、うん、ジュースのラムネでお茶を沸かしたみたいなね、うん、本当に混ざってもうてるんですよね、うん、お茶感っていうよりも、うん、ラムネとお茶一緒に足したみたいなこれの評判ははい評判ですやん評判はあんまりいいですよそうですねはい裏返ってまあまあねこれパーティー用かなまあそう、ね、みんなで盛り上がったらねすいませんいろいろと、はい、ありがとうございますありがとうございましたありがとうございますよしじゃあ行こう続いて4人は畑の広がるエリアへとここで花丸のテンションが下がるある出来事が元気出しましょうよいや、ようさそんなこの精神状態で仕事できるよねいや信じられん、ほんと本当に福岡の人
いや福岡ですよ、博多大吉ですから、はい、僕は福岡じゃないですけど、いやその相撲の勝ち負けでさ、いいじゃんね、たった今ね琴奨菊関が、はい、豊ノ島関に連勝を止められた、はい、直後ということで、はい、花村さんが非常にご立腹というか、ご立腹っていうかそのまま始めるスタッフとかが気が知れない。いやいやいや、そのいやだから白鵬まで見ようよ、そしたら。いやいや、だから2敗か1敗かだいぶ変わってくるんじゃないですか。いや仕事をねしてもらわんと、はい、向こうも仕事頑張ってる、こっちも仕事頑張ってる。全員スタッフさん待たして1回相撲見てましたからね、中断して仕事。へえ、あの俺いる、ちょっともうやめてくださいよ、なんかテンション下がるの。先週は大吉さん遅刻するし、遅刻してない、寝坊で遅刻するし、お前らが勝手に早く始めたやろ。遅刻やったな、11時から始まるってなってて、11時になってたんでね。今週は11時半や、花村さんが相撲見れずでへそ曲げるし、めちゃくちゃ気使うやん。こんにちは。あ、こんにちは。あら、いちご狩りって書いてる。あら、ひっそりちょっと営業してるもん。いちご狩りですよ、ちょっと。まだやってます、大丈夫ですか。うわ、綺麗。甘おう。わ、でかー、でっかどう、ね、今年の出来はどう、どうですか、なんかいろいろね、異常気象だとか。あ、今までなんか一番いいですね。いい、もう今7年目ですけど最高の出来ですね、人生最高の、人生最高の出来。どう、ね、今年の出来はどう、どうですか、なんかいろいろね、異常気象だとか。あ、今までなんか一番いいですね。いい、もう今7年目ですけど最高の出来ですね、人生最高の、人生最高の出来。4人が立ち寄ったのは岡垣町にあるいちご農園いちごハウス。早速7年間で最高の仕上がりだといういちごをいただくことに。こちらは甘おうで、こちらがサチノカですね。サチに甘おうからちょっと召し上がっていただけたらと思いますので、はい、じゃあ食べましょう。あ、ぜひ。いただきます。いただきます。パンパンやな。パンパンですね、なんかほんまなんか作り物みたい。甘っ。いただきます。ちょっと、いや本当砂糖使ってないですよね。砂糖使ってない。甘い。全体的に砂糖まぶしてるぐらいの、そうそうそう、甘さというか。こんな甘いイチゴ食べたの初めて。これマジでこんなイチゴ食べたの初めて。マジでおつけましょう。はち切れん感じが出てますね、うん、本当ですか。甘みがもうパンパンに詰まってるみたいな。うまいですね。いやいや、いや触った感じとかすごかったですよね。パンパン感、あの体脂肪がものすごくない人の体みたいな感じ。わかります。脂肪がないというの、削ぎ落とした、ね、はい、回っただけでこうパーンってこう弾き返されるような。例えはうまいですけど、美味しそうに聞こえるんですね。そうだね、体脂肪って言われるね。さあ続きまして、エントリーナンバー2番。そうですね、サチノカです。サチノカ、サチノカって有名なんですか。有名ですよね。ちょっとね、アマオが有名すぎて。まあそうですね、豊ノ川のイチゴってもうガチャあったじゃないですか。そのサチノカっていうのはその豊ノ川の流れなんですか。また別になりますね。ただ豊ノ川が好きな方はサチノカがもう結構好みになりやすいですね。行きましょう。ん、これもすごいよ、ジューシー。これ、ま、噛んだ瞬間もういちごジュースが口の中に入ってくる、うん、ジューシーですねこれ、うん、甘い。こっちの方が甘い、こっちの方が甘い。甘いですね。サチノカ食べたら、うん、先食べちゃうともう甘おうの甘みが混じっちゃうんで、ね、すげえ。甘おうの手前ね、言いづらかったですけど甘いですね、甘おうより、うん、そうこっちの方が甘い。もう自信作ですね。なんでなんですか。あったかくなってきてるからってことですか。よかった苗を選んで、それを苗業者にさらに増殖してもらって、自分のところでまた1年かけて増殖して、なるだから年々いいやつもんだけはどんどんどん集めて、集めて2年かけて苗作りなんですね。普通いちごって1年かかりなんですけども、なのでサチノカは特にその実が大きかったかと思うんですけども、もう大きい実だけ選んで、それを苗業者にその培養してくださいって増殖、いやもうちょっと顔に出てますよね。本当ですか。なんかいいの揃った。わかります。もうこっちですね、もう今年自信作ですね。顔はもうにやけてますもんね。そうですね。ここでご主人の伊藤さんが思わずにやけてしまうほどの究極のイチゴがあるハウスを見せていただくことに。じゃあ見ましょう、見ましょう。めっちゃうまかった。サチノカか。サチノカうまかったね。サチノカうまかった。甘かった。多分そういうことよ、ここのがうまいね。どれでも作り方次第でその絶品なイチゴと出来上がりますね。はい、じゃあお邪魔します。奥の方、ね、これもう全国のパティシエさんがもう、いやもうちゃん訪ねてくんじゃないですか。いやでも提供っていうか、もうそのまま行くんがこれ一番でも うまい食い方ですけどね、イチゴ。ちょっとね照明さんが入らないと。ツヤツヤですね。
昔若野花が来た時にあれでしたね、白いちご食べてうまいっすよみたいな感じで帰ってきましたね。お相撲の話が出ましたよ花村さん。忘れかけていたのに、ちょっとね琴奨菊関が負けたんでね、はい、まあでもこれが春になると、はい、あこんなん絶対春場所ですか。春場所は大阪です。いや違います、言うてないですよ。ちょっと振ったでしょ今大さん。春になるといちご狩りができるということで。そうですね、どうしてもやっぱり量が増えないと食べ放題だとすぐ減ってしまうので、う量が増えると食べ放題もやられるんです。そうですね、ここなんといちごハウスでは3月上旬からいちごの食べ放題ができるんだとか。先ほど4人が食べたあまおうやさちのかももちろん食べ放題。ちょっと甘そうないちごをちょっと選ばさせて。わあすごい。プロがいいですか、我々ここにいて。あ、はい、どうしました。ライトでちょっと。あ、見ない見ないとですね、本当若干で味が変わってきてしまうので、ちぎり方を失敗するとやっぱり本当に自分のいちごでもあれですね、あちょっと早いなっていうような。そんなアプリがあるんじゃないですかそれ。あら糖度調べるアプリ。写真撮って糖度出てくる。それ便利と呼べるんですかそのアプリ。ちょっと小粒になるんですけれども、はい、小粒でもやっぱ甘いもんは甘い。小粒の方が外れは少ないですね。なるほど。よく巷では大粒がいいって言われるんですけれども、はい、もう植物の生理上間違いなく小粒の方が甘く作りやすいですね。これ一個勉強になる。俺昔からこれだけ毎回言ってる、飲食に関しては大は小を兼ねない。あ、その何でもと俺は思う。やっぱり、ね、小さいものの方がね、やっぱりね、やっぱうまいの多いよ。やっぱり大きいのはやっぱ大味になりがちやからね。なるほど、ね、魚も大味になりますね。ね、はい、魚も愛出しましたよ。あ、でもやっぱまた改めてこのなんていうこのポツポツ毛、はいはい、産毛なんていうんだこれ。種なんですか、これ。種なんですか、周りのやつは。この自分たち種って言ったんですよ。こんなそのなんていうの、2、3日ひげ剃ってないみたいなぐらいの、はいはい、ザラザラ感、はい、ほら、なんか強いひげ朝方のひげ美味しくなさそうなのよ。人間なさそうなの。人間の体で固めてくださいよ。張りもすごいけど、この種の力強さも感じますね。あ、本当ですか。いただきますよ。いただきます。お姉のひげ甘い。大丈夫ですか、冷たくて甘さは分かりにくい。いや全然甘いです。大丈夫ですか。なんか不安だった。果汁がピシャーッと飛び出してきますね、うん、俺甘いのがやっぱ甘く感じるな。サチノカより。僕サチノカはまた別のさっぱりな感じ。甘いですね。今召し上がっていただいたのは甘い。これ甘い。ただ甘いもやっぱ今かなり糖度上がってますね、うん、噛んだ時のこのパツン感っていうんですか、なんか分かる分かる。張ってて、はいはい、パツンってなってる、噛んだ時にジュワーって入ってくる。あの水風船噛んだみたいな感じ。そう歯で、はい、でバハーみたいなそんぐらいこの出てくる、ね、果汁が、はい、ではいいでしょう。その例えばいいでしょう。卵アイスを横から破ったみたいな。その最後らへんのね、もういいから。水風船卵アイスシリーズがもういい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。九州にチョモナンバー新鮮なのが分かるでしょ。おじさんたち45歳。こんにちは。前を来られますか。おー、本当だ、馬が。ここで花丸大吉からお知らせ。ここでお知らせがございます。あさっての日曜日午後4時5分から我々が MC を務めます、こんな仕事があったんだ未来へのショータイムを放送します。日本にあるさまざまなお仕事を紹介するんですが、我々がなかなか知ることのないレアなお仕事も登場します、うん、はい、北九州の織物職人が新作生地を持ってパリコレに挑戦したり、スタジオとアメリカと中継をつないでですね、大実験を行ったりと見どころ満載でございます。はい、ぜひご覧ください。千鳥も出るよ。払うときに、うん、何も悪くないですよ運転手さんは、うん、すいませんでしたって言いますからね、うん、はい、聞いちゃった気まずすぎて。でな、それはあれですよ、もうやめよう、もう古民家カフェでやめようそんなもう楽しくやったらいいですけどね。そんな怒るかねって思ってしまうけどね、いつも思いながら2人見てて、うん、あ、来たよ。わー、わー、何ですかこれは。スコーンとケーキです。あ、これが2種類2種類スコーン、うん、ケーキ何ケーキですかこれ。リンゴジュースです。あ、リンゴジュースです。
ちょっといただきます。どうぞどうぞ。このじゃあこれアップルパイですか。あ、これアップルパイです。いただきます。手作り。手作りです。コリンゴと、はい、コリンゴ、コリンゴのアップルパイ。うん、シナモンがすごい効いてて美味しいですね。あー、結構効かせてます。アップルパイってサクサクのイメージあるんですけど、うん、トロットロのなんか、うん、これすごい美味しい。あ、美味しい。あ、ほんと、しっとり。アップルパイうまいね。あ、でしょ、うん、この僕アップルパイ得意じゃなかったんですけど、これ美味しい。あ、そうですか、嬉しい。これちょっと癖になるかも。ちょっとこういうね、可愛らしい、可愛らしい。ブルーベリー、ベリーと、うん、バターと、ラズベリー、ラズベリーですか。あ、ラズベリーです、はい、いいよ。僕のことしてくれてます？あ、はい。あ、でもちろん二人も。ま、これこれ。はい、一応一応。あ、してます。はい。これ本当してます。はい。美味しいです、ね。中はパルト。え？中はパルト。お前登山客か。いやもうマジでお前登山客に見えてきた。山小屋で。うまーこれ。七合目みたいな。そうそう、顔して見てるよ。おいしい、おいしい。これこれやっぱ神社だから年配の方が多かったり、シニアの方が多かったりとか、いろいろですね。年配の方から、あの子連れの方から、男性だけで来る方もいらっしゃるし、うん、やっぱこの神社ってなんかすごいんですか。あ、すごいんです。何の神社、でね、あの祀られてるのは、あのお伊勢さんの系統の、あの天照大神が祀られてるんですけど、うん、音楽運っていうんですけど、その辺り一帯の総本山になるんですね。お社があって、その横に大きな石でできたその五円玉みたいなものが、うん、というか五円が巡ってきますようにっていう、そういう置物が置かれてあって、縁結びの、あ、そうですね、うん、でそこをくぐるといいご縁が、あ、くぐったら、ね、大人でも通れますので。なるほど、村本、結婚、彼女もおらんねやからな、パラダイス、はい。お前な、ほんと何回も改めて言うけど、相席、はい、の登山客どんだけ入ってこんねや、お前話してるのに。ご縁の話聞いてた。ご縁の聞いてましたよ、なんかくぐった。嘘つけよ、お前。聞いてました、聞いてちゃんと。じゃあお父さんまた。じゃあ降りるでしょ、ま、僕ら登ります。降りるんですよ。そうそうそう、下山するだけ。どうも、元気で。あのお父さんが撮った写真ですね。美味しかった、すっきり、ごちそうさまです。じゃあ行こう、高倉郡。すごい立派な、ねえ、ね、広ー。この木見て、うわ、力強いばい、ね、パワーがね。いや、あるよ、やっぱ。あら、でかいよ、ここ。枝すごい。子供相撲とか撮るんですかね、ここで。そうやろな、まあ、本当に立派やね。はい、ここは参拝の人多いわ、うん。高倉神社はおよそ1800年の歴史を持つ岡垣町で最も大きい神社。開運と厄除けの神様として地元の皆さんに愛されています。ちゃんとこれやった方がいいですよ、ちゃんと。やる方、ね、はい、やります。これはもうやらん方やから、清めて。いや、ちゃんと清めんと。え、やらないですか。神様に対して失礼ですよ。あの、急いで行こう。ちゃんとなんか一人がやると やらんと気が済まない。わかるわかる。ちゃんとこういうのはちゃんとね。あー、冷たい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 。あ、よし、行こう。よし、立派な神社やな。あら、こんにちは。どうもどうも。こんにちは。どうも、お参りさせてもらいます。どうも。ちょっとじゃあ、この小銭がないよね。あら、小銭ください。小銭ください。よし、よいしょ。いや、この大きさは有名やわ、多分。ヤコリンゴ。あ、焼きリンゴじゃなくて。ヤコリンゴ、ヤコリンゴですよ。これ、僕これ好きですよ。でも営業時間が16時まで。おしゃれですよ、これ。あと20分、あと20分しかない、これ前行ってたら、もうとちる。こっち行きましょう。先、とちる前に行く。ね、ヤコリンゴって何、リンゴ、やっぱ焼きリンゴかな。クリームオグラアンスコーンとか。リンゴ関係ない。リンゴ関係ない。あまり好きなんですよ、昔の古民家を。こんにちは。こんにちは。お若い人がいて。どうも、初めまして。あ、すいません。すいません、驚かして。急にすいません。すいません。前菜の皮いいですか。前菜やったら食べる、これは。今やってます。大丈夫ですか。
大丈夫ですか？じゃあ失礼します。ちょっとね、お腹すかせた若手がいるんです。はいはい、おいでおいで。お腹空いてるんです。今日ウーマンラッシュアワーと、あ、わあすごいな、おしゃれ。ほらほら、俺言ったやんか、おしゃれって。ほら、どうも初めまして。おいしいとこ話音という番組で、お願いします。ヤコリンゴっていうのは何なんですか？名前がヤスコで、あ、今日ちっちゃい時にほっぺたが真っ赤っかだったので、あのリンゴのほっぺのリンゴが、なるほど、あだ名がついて、ま、あ、なんていうか、ママの時に、うん、なんですかね、お店屋さんごっことかその時につけてたお店の名前がヤコリンゴ。じゃあね、ずっとそのお店で、まあ、好きではあったんです。いい名前。叶えるってすごい。お二人でやられてるんですか？はい、お手伝いで。お手伝いで。この村本という男はもう今お腹ペコペコなんです。お前好きなよ。でもデザートは別腹っていうじゃん。まあ、別腹で食べた後に別腹が開くもんで、うん、最初から入れてしまうところは本当の腹に入れてしまうことになる。でも前菜ならいけるって。ちなみに何なんですか、この、 あの、まあ、売りは、売りというか一番おすすめのものは。おしゃれのまた可愛らしいメニュー。あ、カレーあるよ。いや、カレーはカレーはダメですよ。カレーセットです。なんかいっぱいない。いや、カレーセットって、まあ、玄米ご飯かパンです。ああ、僕はもう玄米ご飯好きだな。なるほど。ポタージュ。なんかケーキとかでいいでしょうよ。一口やっていけますよ。いや宣言なんだ。あ、リンゴジュースもちゃんと。あ、リンゴジュース。あ、いいですね。やっぱりリンゴがやっぱメインみたいなのあるんですか、このリンゴがやってる。あ、でもリンゴのほっぺのリンゴだね。リンゴ好きなんですけど、はい、そんなにこだわりない。ほっぺのリンゴっぽい。じゃあケーキセットどうする、うん、あ、ケーキセット、じゃあケーキおすすめの、うん、僕はコーヒーください。リンゴジュースすらいかないんですか？僕ホットコーヒー。え、リンゴジュースいかないですか？いかない、いかない。なんで？じゃあ僕リンゴジュースいただきます。じゃあコーヒー2つとリンゴジュースと、はい、あとケーキ2つ。あ、はい、分かりました。じゃあ待たせてもらっていいですか？はい、どうぞ。すいません、メニューじゃあこちらにお返ししておきます。いや、これはでも女の子憧れじゃないの？いや、こういうのでしょ、今みんながやりたいの。そうですよ、おしゃれじゃない。そうそうそう。高倉神社の目の前にあるカフェヤコリンゴは2012年オープン。リンゴの専門店のような名前ですが、店長の安子さんが小さかった頃のあだ名がお店の名前の由来。ここの料理は肉や卵といった動物性の食材や精白した砂糖を一切使わないんだそうです。古民家を改装したほっこりした空間も人気の一つです。いいっすね、女の子ね。おっさんがその脱サラして喫茶店するとなんかちゃう感じがね。いやいや、おっさんは大体そばするよ。あ、そばそばおじさんはそば始めるよね。で、奥さんが巻き込まれるっていうね、よくあるそういうパターン。そうそうそう。ここで話題はウーマンラッシュアワーの中について。よう、でも袖で揉めてるよね、君たちね。いや、めっちゃ揉めてるって、ね、一方的ですよ。怒られてるんですよ、本当に。いや、もうそうなんですよ。いや、お前言い過ぎやないの、それ。分かるでしょ。ちっちゃいことが火つくんすよ、本当に。いや、漫才の言葉に愛がないですよね。もうその自分で多分このとりあえず台本通り喋って金稼げると分かってるから、もう心がないですよ。で、袖でレイジさんになんか言われてたもんな。まあ、まあ、もうちょっと感情入れろみたいな、うんうん、はい、やる気ないですよ、漫才。え、仲良くないの？こいつは嫌って。僕は好きというか、僕はガンガン行くんですけど、はい、こいつがもう絶対に、まあまあまあ、嫌いっていうよりもあんまり一緒にいたくないですよね。それ嫌いや。タクシーの中でもダメ出しにしますからね。タクシーの運転手さんが気使ったりしますから。最後さあ、今週は岡崎町にやってまいりましたけども、はい、撮影してますね。撮影モデルさんかな。奇遇ですね。九州ウォーカーでしょうね、あれは。違いますよ、我々の仲間剣坊田中ですよ。剣坊田中さんが、どうもどうも、はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。映えますね、遠目の剣坊さん。いいですね。 いいですね。あ、アビスパの、ね、はい、応援団長に正式になられた。なんですか、博多の森っていう設定ですか？ここ岡崎町ですよ。お伝えしました。とんでもない。ずっと見切れてたんですいませんね。ずっと映ってたんです。あ、そうそうそう、西スポね。西スポさんで、どうもどうも、また会いましょう。剣坊ゲストじゃないの？違います。剣坊でもよかったんですけど、はい、まだいるんですよ、あの二人が。しつこいな。先週に引き続き、はい、今日も頑張ってもらいましょう。岡垣町を一緒に回ってくれるのはウーマンラッシュアワー。
いやお願いします。剣豪長いですね。長いっていうな。ずっと待ってますよ。ありがとうございます。お願いします。いやでも今日は頑張っていただこうと思いまして、はい、今日はというのも合間でね、うん、あのうどん食べに行ったんでしょ、うん、はい、その時なんかおでんとおにぎりだけでそそくさと帰ったやん。僕あの、ね、分かったんですよ。何ですか。この子泊まりなんですよ今日、はいはい、で夜美味しいものを食べるから今あんまりお腹いっぱいにしたくないみたいな。抑えて。すいません。すいません認めた。簡単に。すいません。本当は泊まりじゃないんですよな。あ、そうですね。帰るんですよ。帰ります。僕は東京に。僕はもう福岡のグルメを食べるために、はい、絶対泊まりにしてくれっつって。うん、で夜ももう何軒かもうすでに抑えてる。ちなみに今日はどういう子に行く予定なの？今日はまず、そうですね。一応チンヤも一応考えてて、うんうん、でまあ、ラルキーで食べて、うんうん、ワン餃子とか、食べて、うんうん、あとあんまヤブでカツ丼食べて元祖も行きます。すごい。ちょっとずつだ。もうでもここでももうぐっと抑えて、うん、夜にパッと食べて申し訳ない。そういやだから今回はそういうわけにはいかないの。そう。岡垣はもう美味しいものたくさんありますから。ええー、そうなんですか。今日はね、うん、村本くんを満腹にする。なるほど。いや村本満腹ツアー。いや楽しみ楽しみ。まずは岡垣のうまいものということで、はい、セブンイレブンへ行きたいです。それは何なんですかそれ。岡垣のセブンイレブンとジャンボおにぎり。うまいぜ。今夜のナンシオとはウーマンラッシュアワーと岡垣町をぶらり。その方とご結婚してまだです。でも交際中してるんですか。交際中。これをくぐればハッピーに。岡垣町のパワースポットを発見。何なんですかねこれ。なぜこんな味に。全国ご当地ラムネに大苦戦。甘っ。いただきます。ちょっと、いや本当砂糖使ってないですよね。砂糖使ってない。甘い。過去最高の出来栄え。あの甘王を超えた絶品いちごに驚愕。花丸大吉の難所と。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の難所と。今回訪れたのは岡垣町。福岡県の北西部に位置する岡垣町。山と海に囲まれ、山側は高倉琵琶をはじめとするフルーツの栽培が盛ん。みかんやイチジク、ぶどうなど一年を通じて様々なフルーツを楽しめます。一方、海側の初地区は玄界灘で採れる新鮮な魚料理が食べられるお店がいっぱい。特にこの時期は天然のトラフグのシーズン。週末になるとフグ目当てのお客さんでにぎわいます。違う、パラダイス泊まりじゃないの。今日は帰ります。僕は、はい、っていうか、はい、あれやろ、嫁さんが厳しいんやろ確か。そうですね。嫁さんが厳しいから泊まりとかダメない。福岡で一回やらかしまして浮気がバレて。あれ福岡で、はい、あれ福岡の話。あれ福岡でね、浮気バレて、まあ、浮気バレて、まあ各都道府県で大体バレてるんです。GPS がついたやろ。そうです。ゴーニアした奥さんから今 GPS つけられてたやろ。そうです。そろそろ文春に彼の LINE が載る。いやいや近いかもわかんないですよ。それ相手がよっぽどじゃないともらわない。食いつきないやろ俺の LINE な。あ、神社あるよ。あら、神社。これ有名な神社なんですか。お参りも済みましたので。何言ったん。いや、それは言わへんよ。あ、そこまでいかん。何言ったなんか噂ではここでご縁、くぐり抜けれるご縁がある。はい、あ、綺麗なね。いや、すぐそちらです。綺麗な二人。こっち、いいですか。いいです。あ、え、ある。え、あ、あったあった。あ、あ、え、あ、くぐれ、しっかりご縁ですね。ご縁や。あれくぐれないでしょ。すごい。ご縁や、ご縁。いや、でも大人でもいけるって。あの、自分をくぐりました。これは、ご利益は何ですか。そのままです。ご縁ですね。ご縁がありますよね。ご縁ね。ロケの最中自分もこれくぐってから彼女ができました。え、ほんますか。誰が。今シニアは元気。応援します。ハッピーでアクティブでスマートで応援します。パワフルでポジティブだ。JA バンクが応援します。年金の受け取りは JA で。
笛鍋屋が僕はおいさ。さあ肺炎予防定期接種受けた？私は平気、元気だし。普段元気でも要注意ですよ。肺炎は急激に症状が進むこともあります。肺炎は死因第3位ですから。65歳以上の方は国の制度の対象となる期間が1人1回決まっています。あ、私の番だ。対象の方は3月31日までに。 MSD 株式会社からのお知らせです。なんか噂ではここにご縁、くぐり抜けれるご縁がある。はい、あ、綺麗なね。すぐそちらです。綺麗な2人、はい、こっちいいですか？いいです。あー、あったあった。あ、あー、ほんとしっかりご縁ですね。ご縁や。いやでも大人でもいけるって。あの、自分をくぐりました。じゃあパラダイス。じゃあいいですか、僕から、うん、じゃあこれなんかくぐるときになんかやるとかないんですか？まあないですね。あ、はい、じゃあ、はいはい、もう普通にくぐってください。おー、なかなか、あ、いけるいけるいける。あ、ちょっと出口が高いですか？うわ、結構大変。あ、でもいけました。うお、なかなかやな。おお、どう？変わらん。まだまだ分からん。そうだ、スターゲートじゃないやから、そんなの実感がまだ分からん。でもまあ、うん、いい、いい。滝さんは絶対くぐれるでしょう。あら、はい、背面式。あら、背面式。背面から行く。俺ぐらいになると。お、あ、あ、降りるの怖い。いやいや、なんで、なんで背面でやったん。じゃあ、いやいや、おじさんやな、ほんまに。あ、よかった。もう手ついて、手ついて前行くしかないよ、これって。そうって、うん、変にうまいこと抜けようと思ったら無理やって、うん、そう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 。あれ、運動神経ない、ない方。え、まさか、ダメです、ね、嘘やん、はい、何しようと。いや、しいよ。俺が言うのもあれやけど、何しようと。いやいや、抜けた。いて、はい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 、抜けました。はいはい、おめでとう。はい、さあ、ホワイトジーンズの方、はい、なかなかしんどいですよ、これ。ここ、黒い線とかつけちゃう。いやもう、ちょっとさ、みんなが通った濡れた足で、この後、そうなんよ、ここに黒い線いっぱい。最後、村本がちょっとケツってこすったり。ジーンズに当たらんようにさ。当たらんようにやろ。ちょっと待って、うんうん、それでも勢いよくキャッていけばいいんじゃない。今触れてないと思うよね。はい、触れてない。いくよ、はい、あっ、入った。まんま、あっ、満面なく擦れて、あっ、いっぱいついた。あっ、大丈夫って。さあ、ホワイトジーンズさん、はい、結果の方は、あ、うん、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。来た。赤の、一回その赤のダウンで拭ってたの。そう、あとみんなのおかげで一回こう拭いてくれたから。あ、じゃあ、うん、そうか、全員で。これは、ご利益は何ですか？そのままです。ご縁ですね。ご縁がありますよね。ご縁ね。はい、ロケの最中で。自分もこれくぐってから彼女ができました。え、ほんますか？誰が？その方とご結婚して。まだです。まだ、あ、でも、でも交際中。交際中。へー、おめでたい。それ絶対別れられないですよね。わかるからちゃんと言ってください。ここで商売してる限りは。商売というか、ここにね、お勤めの限りは勘弁してる限りですね。いや、だってこれと心中ですよ、その彼女。確かに。もうこれで今テレビで言ってちゃったから、ね、どのぐらい付き合ってるんですか、ちなみに。いや、まだ半年。うわ、全然別れる可能性あるやん。いや、神主さん、ちなみにおいくつなんですか？今43ですね。うわ、お相手は、はい、相手が38かな。あ、じゃあもう、ちょうどいい。お互いちょうど ね、ちょうどいいですね。適齢やん、まあ、うん、ちょっと役立ち迎えて、ちょっと自分もですね、はい、そろそろ相手見つけんといもやって。どこで知り合ったんですか？うん、自分の、あの、生協ですね、あの、自宅ですね。配達してる方にちょっと誰かいないか聞いたらですね、友達の紹介みたいな。ちょうど同級生でいい子がおりますよと。満面の笑みじゃないですか。思い出して、思い出して、もう早く帰りたくて、帰る、早く会いたくて。生協ってそんなのも扱ってるんですね。たまたまや、ね、この方に会えたのもこれがあったから、あったからね、まあ、素晴らしい、頑張ってますね。ぜひお知らせにと、お知らせしたところでね。ちょっと僕、あの、初詣まだしてないんで、おみくじ引きたいんですけど。おみくじ引く？おみくじ引きたいです。うん、これは何の木ですか？こっち、怪すぎ。怪すぎ？はい。2回焼けてるんですか？焼けてるんですか？神社から神社まで1回焼けてる。こういうのもこう、彼女に説明してもらったりするんですか？
いや、まだそこまでは。あの、来てですね、見せたいもあったんですか。あ、その後の食事の方。あ、食事の方。また満面の笑みじゃないですか。思い出して思い出して。だいぶ好きなんですね。ほら、もう早くおみくじ引いて。はい、行きました。俺らもう心から。はい。ね。ちょっと、さあ、ちょっと。荒すぎ守りた。厄除け。お前すごい財布使ってんだね。はい。いや、まあまあまあ。これ何年使ってんのこれ。3年ぐらいです。3年でそんななる。じゃあ物持ちがいいんやな、ね、そうですそうです、はい、ずっと同じの使ってるもんな、ね、はい、服もな、カバンも、はい、じゃあこれちょっと、イエーイ大吉。すごくないですか。大吉ですよ、やったパラダイスもね、行こうか。これ大吉はこれあれくくらなくていいんですよね。持って帰っていいんですよね。やった大吉ですよ。ね、あ、どうも大吉です。いや違います違います。おみくじが大吉。すごくないですかこれ。あ、私が博多の大吉なんですけど。いや違います。それじゃなくておみくじが大吉なんです。はい、あ、そうなんですか。はい、どうすんのこれ。これ一回もうだからおみくじロケ嫌なの。こういうことになるから。いやいや違いますよ、ね。一回も成功したことない。おみくじロケ。別にその成功とか面白いとかじゃないじゃないですか。本当に僕はおみくじが引きたかった。何があるとかさ。あ、うん、いやあのね、一応見たけどね、面白いやつがなかったんですよ。面白いとか。もともと面白いの書いてないよ。おみくじに。面白いとかじゃ考えてたやん。じゃあそれもちゃんとあの財布に入れなさい。そうですね。持って帰りなさい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。大吉です。めでたい。幸せに。どうも。お幸せに。あ、お幸せに、ね、よかったっすね。だって43ってなったらもうあれですよ、なんか言うな。雑誌とかの調べによるともう結婚できへん確率の方が高いですか。でもしかもまだしてないんやから。でも43で新しい彼女ができるっていうのはすごい、はい、すごいですよね。これはやっぱご縁効果でしょう。はい、あ、なるほど、うん、確かに。いやだから本当ね、自分で立証してるから素晴らしい。すごいわ。あ、サクサクじゃない。違う、しょっぱいっていうより、うん、甘みが増してる感じっすね、うん。いやいやいや、寒いですね。なんか東京よりもね、なんか冷えますね。冷たい、風が冷たい。でもお前福井やろ。はい。福井も寒いやない。本当や。福井も寒いとこや、ね。もっと寒いよね。まあそうですね、寒いですね、福井は。でも曇りばっかりですね、同じで。曇りばっかり。マイナスな雰囲気がすごいんですよ、なんか街全体の。あんまりいい思い出ないやろ。思い出いい思い出ないですよ、本当に。福井が下品。ケーキあるよ、ケーキ。いやもう、ケーキ食べましたよ、最近。やったね、村本君。雑貨とケーキやから。雑貨は見たい、雑貨ですけど。行きます。ナンショットという番組で今日は岡垣回ってるんですけど、ちょっと見せてもらっても大丈夫ですか。岡垣は意外と、まあ、意外とってあれ